さあ、続いてのコーナーはうわ、びっくりした。王者。<laughs> <laughs> ミス王者。ベリーショート。はい、<laughs> 割とショートですけどね、えー。皆さんがびっくりしてしまったことを募集しております。藤田悦司君、うん。こんばんは。これは数日前に、うん、近所のローソンに行った時のお、話です。うん お店に入って僕はまず店内の商品をいろいろ見ながら歩いていたのですが、ローソンのオリジナルスイーツの前に来たら、わ、びっくり、うん、なんとそこには、田中さんの、うん、素敵な笑顔の写真とともに、うん、爆笑問題田中雄二が本気で作ったちょい足しイチゴチーズサンデー240円カッコ税込みという、うん 説明書きの添えられた商品が売られていました。うん、正直お願いランキングは見てないので、<laughs> 販売に立った経緯とか、全く知らないのですが、うん、僕の大大大大好きな田中さんの考えたスイーツが、よく行くコンビニに陳列されているなんて、嬉しいびっくり<う>これは買わないわけにはいかないと。うん サイズの割に少々お高めな、うん、そのスイーツを一つカゴに入れ、はい、僕はさらに普通のメーカーさんが出している方のデザートコーナーも見てみたんです,か、うん、ですが、うん、そしたらまたびっくりなことが、<何>なんとそこには金曜ドラマ、恋愛に、<え>忘れた恋の始め方、<laughs> ドラマで食べてるあのプリンと書かれた、商品が売られているではありませんか。 これ、勝ち合っちゃってんの森永乳業さんの、恋リッチプリンというスイーツで、<laughs> はい、蓋や容器に書かれた恋の文字が、恋愛の恋リッチプリンという。う本来はね、あの、濃淡、うん、の恋、恋,恋味の恋リッチプリンだったんですけど、ね、になっているという遊び心たっぷりの商品だったのですが、<laughs> はい、こんなこと許されんのこれ。まあ、ほら、全然またね、関係ないんですけど<ー>しょうがないですよね。 すごいですね。これ、今までのその、お約束をすべて田中さん打ち破ったというか、限定解除というか、同じ店内に一つならず二つまでも、田中さん関連のスイーツがあって、わーびっくりそうですよね。ちょうど時期的にね。食べてみたら、どちらも実に美味しく。あ、よかった。買ってくれたんだ量ね。特に田中さんが一生懸命考えて、考えた、いちごチーズサンデーは、 味もさることながら食感も楽しくて、めちゃんこ美味しかったです。あめちゃんこ嬉しいね。たまたま行ったローソンに田中さんがいっぱいで <laughs> と、<laughs> と,とてもびっくりした3月初めの出来事でした。<laughs> うひょーねスイーツ。ースイーツ界石鹸してますね。そうですね。ちょうどね、だから同じような感じでコンビニで展開にスイーツ。えー、ねね。すごいね。うん そうなんですよそういえば藤田といえば海藤愛子ちゃん目覚ましね卒業だってねあ卒業しちゃうの<ー>とうとううんあ,あまあ土曜日はやるのかな土曜目覚ましはやるのかな確かなんかとにかく三宅さんなんだよね三宅さんなの。うん、大塚さんがね、うん、あのちょっと大塚さんがホン心配です早く治ってほしいですけどね,ね,ねで海藤が卒業は卒業みいな。うん、えす、え ショーパンカトパンは多分いるんじゃないかなそのまんまなんかちょこちょこか、あほらアミーゴは仲が悪いらしいですけどね,ねそんなことないでしょう太田さんそれ本気にしますよ男を取り合った <laughs> いやそんな,なネットのニュースに書いてありましただからさおっさん <laughs> そういう時だけなんで、急にネットを信じる中村光子ね、なんか二人で。そんなわけでし取り合ってた。ネットのニュース書いてた。なんでそこだけネットのニュースが本当っぽくなってるみたいな。騙されたみたいな。本当でしょ全部。全部本当ではない。本当のこともあるかもしれないけど、嘘のことも中村光を取り合ってるらしいです。絶対ないね。CO 大体わかるけど。中村光の。は TBS の女子アナが好きですから。 <laughs> 私いろいろ知ってます。<laughs> ラジオネーム、ミッシェルガン・エレファント・カシマシ娘。<laughs> それね、俺、当時思ったわ。うん。何思ったいや、ミッシェルガン・エレファントと、エレファント・カシマシがいたから、なんかすごいエレファントブームだなと思った。うんうん。娘、<え>娘。カシマシ娘あ,あ、ごめん、娘まではちょっとさすがにあるだったけど。あ,あ、ちょっと、今聞き逃さないでよ。<laughs> ミッシェルガン・エレファント・カシマシ娘。娘ね、そっか、ごめんごめんごめん。 エレファント大吉ミシェルがエレファントかしましま娘娘までねはい。すいませんでしたいやちょっとダメだよお前さこの間もサンジャポでんですね中島の話題の時に前世が何だ前世が卑弥呼ではいはいはい守護霊があれだココシャネルココシャネルって言って俺も前世 偶然前世がなんです、うんえー「守護霊が、守護霊は山本関西です」って言った時に「近いね」みたいなツッコミしたけど「<laughs> あの違うよ関西さんまだ生きてますから」<laughs> っ本来のツッコミである。<laughs> <laughs> しいねみたいなこと言ってたけど、知り合いますからね、あのツッコミは。確かにデザイナーかってことでね、思っちゃったんだよね、先にね、生きてるだろうみたいな、そういう守護霊になるわけないだろっていうことですからね、あのボケは。そうですすみません本当に困るんですよ、あの。太田さん、東京マラソンで逆走した揚げ句、心肺停止で倒れ、多くのボランティアに迷惑をかけた、っここランナーんんばは誰がそんなことしたんだ 読まれたら初採用ネームメシ、ミッシェルガン、ミッシェルガンエレファントカシマシ娘と申します。うん、先日、ここ最近増えている、ちょっとおしゃれな立ち飲み居酒屋へ、友人と行きました。増えてるのんなあ、多いよ、最近立ち飲み居酒屋は。ほとんどが若い人たちの中、うん、僕たちが立った場所の隣には、ちょっとダメそうなおじさんが日本酒を飲んでいます。うんうん、特に気にもせず、 僕らも飲み始めしばらくするとおじさんが低い渋い小さめな声で「お姉さん日本酒を常温でね」と言って注文しました僕はそれを見て冷やでも熱かんでもない常温なんてこのおじさんきっと通なんだなと思っているとはびっくり一口飲むとおじさんは「うん」 さっきとは正反対の、うん。噛だかい大声で。お姉さんダメだダメだやっぱり、氷、氷入れて、氷入れてちょうだい氷入れてちょうだいなんだよ、それ。どうしたんだよ。だよ叫ぶのです。その姿には驚きがしましたが、うん。うん、ちょっとつぶってみたかったんだな。うんうんうん。かわいいおじさんだな。うん。と思い、はい。僕らも飲み続けました。うん。またしばらくするとまたまたわびっくり。うん。お姉さん。 日本酒を常温で。あの時の低く渋い、低めの声でまた頼む。そしてあの女を一口飲むと、神高い大声で。ダメだやっぱダメだダメお姉さんこれ入れてしようかこれ入れてどうしてこれってのこの天丼の意味が分からなんでこだそれからも同じことを何度も繰り返す。 何枚も日本酒を飲み続けるおじさん <laughs> どういうことするといい気分になったのか僕らに話しかけてきましたそのおじさん曰く、うん、おじさんは琉球空手の使い手で、うん、昔ジャイアンツにスカウトされたこともあり世界的な特許も取っているという発明家でもあるということ <laughs> まあ全てを噛み砕いて言うならただの嘘つきのなおじさん,ん <laughs> <laughs> そんな風に話しているとおじさんがまた <laughs> お姉さん、日本酒を常温で <laughs> と、と、頼みました。ここぞとっばかりにおじさんに、あの氷入れもてもらわなくて、大丈夫なんですかと、尋ねると、おじさんはあの低く渋い小さな目で、日本酒も生きてるんだよ。なんだこれ。だから常温の僕らと同じ気温の中にいる、 お酒を飲むのが今一番美味しいお酒を飲むということなんだよ <laughs> と訳の分かるような分からないようなことを言いああ運ばれてきた常温の日本酒をクイッと飲むと「<laughs> 氷氷入れてくれ氷ダメだダメだ,だ,めだお姉さん氷ちょうだいお願い氷入れてちょうだい」<laughs> わ <laughs> かっていたとはいえ、<laughs> またかんだかい大声で叫ぶのです。何度も繰り返す。 その姿とどんどんなれなれしく話しかけてくるおじさんに僕らはいい加減恐怖を感じる店を出たのは言うまでもありません <laughs> そのお姉さん怒らないんですかね <laughs> ちょっと言い換えしなさいと <laughs> ジョって頼んですぐまた氷って言うでしょって,言って学習しなさいって言わないんですかお姉さんジョ失礼いたしました面白いね <laughs> なんだろうねこれ <laughs> もし読んでいただけたなら今年初めての心から喜び 喜べる出来事になります。あら、今年ここまでいいこと。まだまだ寒い日が続きます。はい。お二人ともお体をご自愛ください。はい、ありがとうございます。いや面白いね、これ。なんだろうね、そのおじさん。でさ、その別にさ、暑いならわかるよ。あちちちちち、これいたらわかるよ。上だから別に早くだくみたいな。その調理じゃないじゃん。やっぱやっぱ俺やっぱ冷たい方がいいから。 氷っていうテンションがまだわかるけど。元に戻るのは何なんだろう,う何なんだろうね。<laughs> <laughs> 耐えられないみたいなその感じがわかんない、うん。ラジオネーム、リン、んなんだよ、これ。リンドリンド林道ウハ。リン,リンドウハウハ。リンドウハウハ。リンドウハウハ。ウハウハうん。大田様、田中様、スタッフの皆様、お疲れ様です。はい。 ポッドキャスト組です。うん、初めてメールします。はい、リンドウハウハと申します。はい、愛知在住のサラリーマンです。うん、先週のポッドキャストで抜いても抜いても歯が生えてくるといます。はいはい,はいはいはい。うん、私も同じような経験がある。あそういたよ今から16年くらい前のことなんですが、仕事のストレスが原因だったと思うのですが、うん、口の中に常時口内炎がありました。こ、うん、れ辛いね。うん その日のコ内ナ炎は奥歯の歯ぐきにできていました。なかなかの大物で痛いし、うん、気になったりするので、歯で触ったり、指で触ったりしていました。うん、しかし、なんかこのコ内ナ炎硬い気がする。爪でつつくとコツコツとした感触が伝わってくるのです。うん、なんとなくいつものコ内ナ炎と違う様子なので、うん、鏡で見てみることにしました。うんうん、そしたらなんとまあびっくり。うん 歯ぐきの横から歯が見えてるではありませんか歯ぐきが腐って歯ぐきの土手から歯が露出してしまったと思い、うん、その瞬間はとても驚きました。しかし指でつついているうちにその露出した部分の歯が少しぐらぐらしているのです。ああ、同じだね、この間と。今度は歯ブラシの枝の、柄の部分で、うん、押してみるとその歯はずるっと、あら、動いて、うん、取れてしまいました。おうおうおう 多少の痛みと出血はあったんですが、口内、うん、炎と思っていたもの、口内、うん、炎と思っていたもの、亡くなりました。うん、そして取れてしまった歯の露出部分は、材質は、どう見ても骨というか歯でした。うん、形状は露出していた側は、歯の表面のようにツルツルでしたが、うん、歯茎に食い込んでいた側はギザギザになっていました。うん、しばらくは、それは大事にしていたのですが、うん、当時付き合っていた、 女性に気持ち悪いと言われて、うん、しまい、うん、捨ててしま、捨て、捨てました。うん。あ、その後で、僕は彼女に捨てられました。なんだよ、<laughs> だよそれは。<laughs> <laughs> それから2回、うん、2> それからも2回同じ箇所から同じことがありましたが、2>, 2回目以降は、歯のようなものは最初のものより小さかった気がします。3回目以降は、ありません。うん <laughs> <laughs> 今では口内炎もほとんどできないのですっかり忘れていたんですが先週のポッドキャストで思い出しましたうん、うん、厳密には同じ経験ではないのかもしれませんが一応ご報告いたします、うん、なるほど似たよう、ね、な詳しい分析や医学的意見ではないので大変申し訳ないのですがもしお読みいただけたら幸いですなるほど以上ですやっぱいるね似たような経験する人ね 歯がとにかく生えてそれがグラグラして手で抜けるまた歯が生えて抜ける歯が生えて抜けるってね何ですかねもうそんなにはいないと思いますけどねまあねラジオネームなぎさのチェリチェリガールうんあだっけこれちリちゃんの歌だなあっちりチリダンスそうそうなんかあったよねなのチリチリダンスみたいな歌ちりちゃんのねデビュー曲ねあったよね大ヒットしましたなぎさのチリチリあっすいません ダブルミリオンいやいや、ね、大ヒットしてないです。正直言って。<laughs> えー、日本レコード大賞の候補にい,いや、なってないです。<laughs> 全然なってないです。太田さん、スタッフの皆さん、そしてあんなに人数がいるのに、AKB48 のメンバーで、田中という名前の女の子がいないことを嘆いている人、こんばんは。ああ、ほんと。いないんだ。ちなみに姉妹グループである、 SKE48、NMB48、うん、にも田中はゼロ。うん、あ、そうなの最近できたばかりの HKT48 の研究生に一人だけいます、うん。いるぞ。<laughs> そこには一人いるんだ。<laughs> 大田は漢字違いですが、AKB に、ただこうたでの、と書いて、大田愛香ちゃん。うん。可愛い,い子ですよね。いや知らないです NMB にも、大田リオナちゃんというね。うん。一押しです、私。 知らない子がいます。<ー>読まれれば初採用、リスナー歴4年の19歳の、渚のチェリチェリガール、うん。と申します。ジャカルタ調べたのかな、一応。いるかもしれない。ジャカルタ。ジャカルタ48いるでしょあと、台北もできるんだよね。確かね。今度できるんだからだか、ジャカルタって、だってジャカルタにわかんないじゃん、いるかもしれないじゃん、そんな。<laughs> いるか可能性は田中,田中とかさいやいやだって山本スーザン久美子みたいのがおにゃんこにいる場合があるわけだからさ <laughs> それはジャカルタ48になんか田中クリスティーンみたいのがいてもおかしくはないでしょ前回2月28日の放送で小学生の頃歯茎から歯が生え大人になって抜いたら、うん 何回も生い変わったという内容のメール、かっこ、うん、健康、健康は不健康さんがありましたよね。うんうん、ポッドキャストをねしなに聞いていた私は、うん、原因がわからないとおっしゃっていた部分を、うん、部分で跳ね起きましたうん。何跳ね起きた。これを司会である私の父に聞いてみて、その回答をこのコーナーにメールする。ああ<ー> <laughs>、なるほど。橋田さんね。念願の初採用とはなるかもしれない。中学生の頃から夢見てきた。うん ラジオ番組での採用が、うん、こんな形で叶うとは叶うとはってもう切れてるけどね、わ <laughs> からかに妙にテンションが上がってしまい、はいはい、なかなか寝つけなかったのは言うまでもありません。うん、翌日の夜、うん、早速父に電話をかけました。うんうん、夜まで待ったって、ね、<laughs> そんだけテンション上がって寝つけなかったのに。ねねうん、もし私が、 急にこんな質問をしたら自分のことで聞いてくるんじゃないかと。うん、心配の一つもされそうですが。うん、この番組の存在も私がリスナーだということも父は知っているので。包み隠さずこういうメールがあったんだけど、うんうん、どう,うん、うん、と聞いてみました。うんうん、やはり実物を見てみると何とも言えないけれども。うん、前置きした上で、父は次のように話してくれました。うん、可能性として挙げられるのは、歯茎から出てきたのは歯ではないということ。うん、何 歯茎の中にあった骨のかけら。うん、またはその前に乳歯を抜いた時などに、歯茎の中に残った歯の根っこの部分が次々と出てきただけで、うん、決して歯茎の途中から歯が生え、それが何度も生え変わったということではないと思われる。うん、とのことでした。父に、そうなの。ありがとうとか何とか言って、うんうん、電話を切った後で。うん もうちょっと面白い答えが出てきて、思ったのは、しょうがねえ。けでもない事実です。そりゃだって医者なんだしね、一応ね。以上が、金属25年。うん。司会の見解です。ちなみに父は、うん。田中さんと同じ出身高校。井田高校なの嫌いな食べ物は、椎茸椎茸ほら。根っからの、巨人ファン。巨人ファン。共通点の多い50歳。 50歳じゃあ、俺と3歳違いだから、俺が入った時にはもう卒業していらっ、じゃあ、藤井行さんと一緒だ、多分ああ<ー>聞いてみ聞いてみ,聞いてみちょっとお父さんに、テレビ朝日のアナウンサーの藤井行さん、鳥、かおりと結婚して離婚した。離婚して、今はあの、また別の方と結婚されて、可愛いあの、娘さんがいて、ものすごい可愛い子供がいるんですけども、うん、藤井行さんと多分同じぐらいじゃないかな。なるほど。 分かんないけど大体それぐらいですよそれから太田さんスペシャルウィークの放送にて3大行きたい場所に歯医者ととしまえんをあげていただいてありがとうございます <laughs> かっこ実家は練馬区としまえんには徒歩で行ける距離なのでつい嬉しくなってしまいました<ー>長文三文そしてさほど面白くない回と失礼いたしましたそ <laughs> っか俺だって実家からだったら歩いて行こうと思えば行けるからねとしまえん 今度あの、あの人に聞いてみた佐々木倉之介に。いや、あれは役だから。<laughs> それデンタルクリニックみたいなの <laughs> そういうね、うやってるけど、うん、あれは役だから。あの人は、あの、っていうか俺は。汗なのあれ。 い、あのさ、それを言ったら全部ドラマやらせそんなこと言ったらね。やらせとは言わない。いいのやらせやって。テレビやらせじゃないドラマだから。あれはやらせじゃない。全部フィクションです。あの、出るでしょ。うねフィクション。あれが、あれ。まさにそのこと言ってる。ねいいんだ。いいんです。から。断ってるからいいんです。いいんです。っていうか、俺はだって、おじいちゃん歯医者さんだからね。お、で、おじさんも歯医者さんだからね。そこも共通点ですよね。近いところで。歯医者がラジオネーム。 ダルビッシュの東京妻。<laughs> <laughs> やめなさいよなも,も今なんかいろいろそういう噂があったりさ。いる,うい,ういるよいるよ <laughs> いるよいるよいるよじゃない。 何なんだろうな、あのブログ。最後。最後ね。昔の写真を載っけてね。よくわかんないことする女の子だね。小髪もよくわかんないんだよね。誰ビッシュどこビッシュ何ビッシュつってね。何ビッシュつってねじゃねえ何言ってんだジョーリーってね。アンジェリーナジョーリーでしょ太田様、朝起きたら髪の毛がひじきの人。こんばんは、初投稿です。塩吹きんちゃんファンの36歳人妻。 ダルビッシュの東京妻 <laughs> と申します。<laughs> はい、読まれたら初採用、初投稿、初採用。うん、私の人生を変えたはびっくりした。あれは三年前、うん、同棲中の、うん、彼と、うん、ヨトギ、う<ん>ヨトギです。ヨトギいい言葉ですからね、セックスのことです。はははをいたしている時でした。うん、彼 <laughs> すごい気持ちいいああもう右 <laughs> <私> <laughs>、うん、い、い、いきそう、いきそう、いきそう。あたし、あ、ああ、ね <laughs>、うん、いいよ、いいよ、お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  <laughs> <laughs> <laughs>、お、お、お <laughs>、お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 、 何あろうことか。はい。彼はそのまま中出ししやがったんです。うんちょ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 っとうん。ああ何すんのようん。ああお腹に出してって言ったじゃん、うん、と、焦って怒る私に彼は耳を疑う一撃を言い放しました。うん、うん、違うよ中に出してねって言ったのだるつまじゃん先ほどまでのラブラブムードから言った 一気に、見学になる私たち。うん、まさか、喘ぎながら言った、うん、お腹、お腹、が、中に、どうることね。変換されてしまうとは。大体、うん、やね。<laughs> セックス中の男は、牛や。<laughs> <laughs> と、竹村健一先生が言っていたのは、このことかと、後悔しても、かっこ言ってねえよ。女には想像が及ばなかった。く。気まずいまま後処理をし、危険日じゃないから次を、次から気をつけようと、その時は彼も、これでできたら笑える、なんて、調子こいてました。ところが、 来なかったんです嘘あれが来なかった。マジで佐川急便の再配達じゃありません。わかるわ。ほとんど一日も遅れない、うんうん、私の生理が来ないのです、うん、あら。恐る恐る妊娠検査薬を使用したところ、ビーンゴビーンゴ青い横線がくーっきりうん。 夜、ベッドでくつろぐ、カッコカーボーイのポッドキャストを聞いていた気もします。うん、彼に、うん、検査棒を突きつけて、このリアル現実を伝えたところ、マジで <laughs> と横たわった姿勢のまま、垂直に5センチぴょこんと飛び上がりました。<laughs> 実は私は、うん、かねてから父親に、うん お母さんはすごく妊娠しやすい体だったからお前もそうだと否認 <laughs> はちゃんとしなくちゃダメだぞと口酸っぱく言われ続けていたのでしたかっこちなみに母は4人子供を産みましたそれはたくさん子供が欲しいからではなく、うん、妊娠しやすい体が招いた結果なのかと思うと、うん、微妙な気持ちになったものです、うん、ですから 今まで最新の注意で気をつけていたのでした。<っ>しかしまさか、あの、聞き末ついで、一回で着床に至るとは、自分の妊娠しやすさにもビビビ,ビックリでございました。すごいね。確かに父の教えは正しかったと、このことを父に伝えたかったのですが、うん、いい歳しての出来婚も無計画すぎて申し訳なく、うん、さらにその原因は恥ずかしすぎて言えませんでした。うん、さて、 そのうっかりくんな生死は、現在2歳になる、うん、激可愛い,い,い、ね、最愛の息子へと成長をげ、はあ、ました。あまあまあまあ、ね、げました。遂げました。したええ、イクメンな夫との子育ては毎日が楽しく、ね、仕事も続けることができ、あ<ら>ぶっちゃけ幸せです。なんだ、ね、それは良かったわ。しかし、たまに夫から、わざと、 言い間違ったんでしょう <laughs> と突っ込まれます。<laughs> ん,んなわけないんじゃボケ <laughs> 突然の日清で予定していた海外旅行や仕事が周りにどんだけ迷惑かけたと思ってるのよ、はあ、と、はあ、噴火しそうになりましたが、うん、噴火させるのは母乳だけ。<laughs> なんだそれにしておきました。<laughs> はい、ちなみにあそこの噴火は 夫が単身赴任中なのでご無沙汰です。夫あ<ら> <laughs> あ、旦那さんが単身赴任中なんだ今。ラジオ初投稿がこんな話とは。いや、ほんとすごい話で。我ながらふざけた人生だと思いつつも書き慣れないので長くなってしまいました。多分、うん、長文をお許しくください。スタッフの方々もしかしたら、爆笑、ね、問題様、読んでくださってありがとうございました。<laughs> まだまだ厳しい寒さが続きます。<laughs> インフルエンザには十分お気をつけ遊ばせません。はい <賢>ね, <laughs> とい,うねいやーでもよかったじゃないすね。ね今ね、可愛い,い子供ってた2歳。ね,ね,ねえー。